はい、皆さんはこんばんにちは。どうもヒトポンです。サナエです。いや、今回は何かとストレスが溜まってる私たち二人でストレスを解消できちゃうゲームをやっちゃうよ。それを遊んでストレス発散、素晴らしいですね。それでどんなゲームなんですか？ははははは、俺としたことが事前に言うのを忘れてたよ。今回操作するキャラはサメなんだよね。そして周りには人間がたくさん。なるほど、人間にやられないように無双するゲームですね。ところがどっこい、そうじゃありません。あ、ちなみに今のプレイヤーは俺ね。ゲームの説明だけど無双するのは正しいんだよ。ただね、一つだけ違うんだ。ほう、私の言ったことが違うと。そう、サナエは人間にやられないようにって言ったよね。確かに言いましたが、まさか。そう、この貧弱な人間どもは我々に対抗できるものを持っていないんだよね。要するにだ、無敵ということか。そう、とある配管工のスターのように、ピンクの悪魔のキャンディーのように完全なる無敵なのだ。しかもここには落とし穴とかマグマとか毒とか特殊トラップなどは存在しない。自滅もないということさ。これぞ一方的な蹂躙、手も足も出ない愚民どもをフルボッコするだけなのさ。ストレス発散には申し分ないゲームですね。そういえばストレスが溜まってるって何があったんですか？おっと、言ってなかったね。最近の俺の扱いがいろいろひどいと思ってね。何かあるたびに殺されそうになるからね。マスターは撃たれるわ。体切られるわ。後で覚えてろよ。ロッカーの中放置されるわ。あれ、うるさいので縛って外に放り出しておきました。なかなかのやられっぷりですね。そういうサナエはどうなの？かなこ様とスワコ様に言われて料理を作ったんですが、まずいまずいって。え、あのポイズンクッキング食わせたの？え、何か言いました？いや、何も。ちなみに何作ったの？時間がなかったんで卵かけご飯を。え、卵が賞味期限切れてたとか？いえ、新鮮な卵でしたよ。どうやって作った？普通に米を炊いて盛り付けて卵乗せただけですよ。米どうやって炊いた？まず米を研ぐためにクレンザー剤を使って。待て、今なんて言った？え、だから米を研ぐためにクレンザー剤を。それが原因だわ。お前バカじゃねえの？そもそもクレンザー剤は研ぐじゃなくて磨く洗剤だわ。え、じゃあ何の洗剤を使えば？洗剤とか使わねえよ。なんだと？お前もう料理作るな。あの二柱は料理を作らないのか？料理を作るところはあんまり見たことないですね。基本的にお供え物とか食べてますし。料理ならいいけど素材とかならどうするんだ？一度素材を持って行って台所に行ったのを見たんですが、その後なぜか黒い物体が台所に置かれてましたね。お前らもう料理作るな。まったく。マリサとかレイムに料理教わったらどうだ？気が向いたら教わってみますね。世界中実況ですし、ゲームの話しましょう。せやな。とりあえず右上のマイルが霊になったら時間切れだから、その間にできるだけ虐殺するぞ。とりあえず基本的な攻撃方法は水中深くに潜ってからジャンプして体当たりすることだな。それにジャンプ中に噛みつけば飛行船とかも落とせるぜ。飛行船落とせるってすごいですね。このサメ最強だから。最強なら仕方がない。さてさて、残り11マイル、まだまだ無双するよ。そういえば1マイルって何メートルなんでしょう？ Google 先生によると1マイルは 1609.34 メートルらしいよ。簡単に言えば1キロメートルちょっとってところだね。意外に長い。こんなところで低空飛行してたのが運の尽き。落とさせてもらうぜ。こんな大きな飛行船を落とせるってどれだけ重いんですかね。さあ、能力持ちなんじゃない？重さを操るとか。おっと、終わってしまったか。それで次は私の番ですね。とりあえず大きな船とか上を通った飛行船は全部叩き潰したいですね。早速獲物発見。次のジャンプで噛みつきます。ただし1回目はうまくジャンプできなかった模様。噛みつくキー間違えちゃった。まったく。何回も失敗したのに逃げないとは愚かな。慈悲なんてなかったんや。貴様らが神に祈ったところで私は見逃しませんよ。神はいないのだ。こいつ巫女のくせに神を否定しやがった。ははははは、幻想郷と神がいる世界は違うのですよ。おっと、上にヘリの反応が。こんにちは。捕まったが最後逃げられはしない。飛行物体はどんどん落としちゃおうねー。そして落とした時の爆発により周りにも甚大な被害が。おっと、飛行船の反応が。逃がしませんよ。相手は死ぬ。おっと、下に大きな船がありますね。これは誘爆させて一気にやっちゃいましょう。ち、間に合わなかったか。連打力が足りなかったようだな。その悔しさを上のヘリにぶつけちゃいましょう。運が悪かったな。ヘリの人、このサメはただのサメじゃないぜ。いい感じに誘爆させれましたね。満足。なお満足したとは言うが虐殺は終わらない模様。失敗しちゃいました。後輪に噛みつきましょうか。ジャンボジェットすら落とせるサメ最高。そこにしびれるかもしれないし、憧れるかもしれない。めっちゃ曖昧だな。あと93,342メートルありますし、まだまだ遊べますね。はいはい、58マイルね。今は55だけど、この少しの会話の時間で4,828メートル進むとは思った以上にめちゃくちゃ早いと思う。飛行機さん、サメです。どうも、サメさん、飛行機です。お前ら忍者だったのか。素晴らしい。ほら、見てごらんなさい。ザーボンさん、ドドリアさん、こんな美しい花火ですよ。おう、急にどうした？一回はやってみたかった。それ別ゲーの自爆でやればよかったんじゃね。だって最近出番ないですし。わ、悪い悪い、なかなかできないんだよね。時間作っとくわ。さて、あと59,545メートルですね。なぜそんなにメートルにこだわるんだ？このゲームならマイルの方がわかりやすいだろうに。でも長さ的にはメートルの方が想像がしやすいと思ったので。一長一短ってやつだな。そうそれ。さてさて、今のところ順調に飛行船捕まえれてますね。そしてここでカモの大量発生。美味しくいただきましょう。サメもやはり人肉だけでは物足りない模様。そしてカモを食べる動作で船を破壊していくスタイル。完全に巻き添えじゃねえか。それがこの世の摂理。そんな摂理初めて知ったわ。さて、次の獲物が来ましたね。サメの前では全て等しく平等なのだ。餌として
してたけど。それにしてもこの飛行船ものすごく近代的ですね。何か元ネタとかあるのでしょうか。さあ、俺はわからないな。てかチェーン7って結構巻き込んだな。タイミングが良かったですね、ラッキー。さあ、残り時間も少なくなってきたな。ここからどこまでスコアを伸ばせるのか気になります。おっと、ここでサメ選手、飛行船に張り付いて引きずり下ろそうとしています。飛行船も必死に抵抗していますが引きずり下ろされてしまいました。疲れた。早くない？そもそも今回喋るテンポ早いから普通にやってても疲れるんだよね。それはわかる。そしてここで終わっちゃいましたね。さてさて、今回の実況はこれでおしまいだよ。あ、喋るテンポ戻った。それではまた別の実況で会いましょう。それでは。バイバイ。